はい、今回アクションと飛距離の検証をしていくのはシマノのバブルディップ 220F フラッシュブーストです。推奨フックは前後 ST66 の40と記載があったので、前後40を取り付けています。これで検証していこうと思います。はい、続いてタックルの紹介をしていこうと思います。この大ペン図鑑ではルアーのアクションや飛距離に誤差が出ないように全て共通のタックルを使用しています。ロッドがゼナックの、ミュートスアキュラ 100H で、リールがシマノのツインパワーアイス W8000 番で、ラインが PE の4号で、先端に、パワースイベルがついています。これで検証していこうと思います。はい、バブルディップ 220F フラッシュブースト3回飛距離測定していこうと思います。じゃあ1回目いきます。はい、1回目飛距離77m です。はい、2回目飛距離が 65m です。はい、3回目飛距離が 67m です。で、今日は海にマグロを釣りに来ました。釣り上げるマグロはこちら。